ルイブノエの紋章、ルイブノエは、ロシア連邦のリャザン州西部にある都市で、岡川の右支流、王者川沿いに立つ。州都リャザンからは北西へ1 8トル。人口は19,150人。2006年の推計では19,039人。ルイブノエは、1597年の記録に、ルイビノという名の村として所出している。ルイビノという地名は、 ロシア語で魚を意味するルイーバから来たとされる。19世紀末に鉄道が開通するとともに村は大きくなり、1947年には都市型集落の地位を、1961年には市の地位を得た。ルイブの絵には歴史博物館があるほか、近隣の村コンスタンチノボには詩人セルゲー聖人の記事であることを記念する博物館がある。 ルイブノエには馬の品種改良に関する科学研究所や養蜂に関する研究所などが立地している。ルイブノエには1864年にモスクワラア産の鉄道が開通し、鉄道駅も開業した。駅には大きなヤードや工場があり、これが町の主な産業ともなっている。その他、周囲の農産物を利用する食品工業もある。 モスクワリャザンタンボフボルゴグラードイコールアストラファンを結ぶ M6 幹線道路はルイブの絵を通っている。ありがとうございます。